ロ野球チャンネル。はい、お疲れ様です。水井です。ジャイアンツ球場、本日菅野智之投手シート打撃についに投げます。実戦復帰。3月18日の日本ハムとのオープン戦、東京ドームでしたね。先発して、右肘の張りのため1回21球で緊急降板したんですが、それ以来約2ヶ月ぶり実戦マウンド。調子がね、上がったり投げようと思ったら今度は下がったり、本人がね一番じれったい思いをずっと過ごしてきて、ね、ようやくさあ行こうぜとなりました。最初ね、高橋優希投手だけがシート投げると聞いてたんですけど、舞い込んできたこの朗報、はい、どんな球を見せるのか皆さん楽しみください。とりあえず相手は石川選手、松原選手、前田選手、打者3人に対してね、もう直球だけじゃなくカーブ、スライダー、カットボール、フォーク、全15球の試運転です。最速はね149キロ、バックスクリーンの方から球見てましたけど、直球はね、いい頃に戻りつつあるんじゃないですかね。このリハビリ期間に、久保投手コーチと魔改造、ここで左足上げて、そこから45度倒す、軸足をね。よりバッターに近いところでボールを離す、そのための45度、それを繰り返し本人の中でもやってきました。なので本人、新しいことにも取り組んでいるので、バッターに対してどういう感覚なのかという部分と、あとは一つ出力を上げることをテーマにやってきたので、その2つを確認しましたと。はい、初球石川選手の右中間、さすが好調石川慎吾選手。ここからね、徐々に実戦感覚取り戻しながら、打者を見ながら間を作りながら投げ込んでいきます。実際投げてみての感触、フォーム自体はまだちょっと改善の余地もありますし、これから来週試合に投げるかもしれないですけど、その中でまだまだ改善する必要があるかなと。出力に関してはかなり戻ってきているのでいいと思いますと。最速149キロ、常時後半出てたようです。変化球も全球種投げたと思いますと。その感触はまだもうちょっと、カットボールは良かったですけど、スライダーがちょっと抜けたりとかあるので、それはある程度、仕方ないかなと。最初ですからね。149キロについては、思ったよりも出ているなという感じですねと。またこんなことを言うと、あれですけど、まだ7割くらいで投げている感覚なので、全力で、試合になればもっと出力は上がると思いますし、そのための準備はしておきます。次のステップは、2イニング、3イニング投げて、で、その次、80球なのか、イニング数なのか、いつ呼ばれても、しっかり働けるように準備したいですと。で、次、2軍なのか3軍なのかは置いといて、とりあえず3イニング投げて、で、その次に、80球、そこから100球目処に投げていくんで、交流戦、ラストあたりに間に合う可能性はあります。ね、交流戦中に帰ってきたら、今チーム状態もいいですし、ね、もちろん大きな武器になるでしょう。
まあ、久保コーチといろいろ話をしながら、まあ、新しいというよりも今まではこう動いていたんだよという、まあ、すごく久保さんも僕の投げている昔の映像だったりを見返してくれていて、新しい菅野智之じゃなくて昔のいい時のフォームというかメカニックに少しでも近づけるようにといろいろやってくれてますと、まあ、キャッチボールだったり投げている中ではこう投げていたなと思い出すことが今はすごく多くなってきたので、今はすごくいい感覚だと思います。まあ、まだ打者が立つとね、力んだりとかいろいろな部分が変わってくるので、そこは試合に投げながらになってくると思いますと。はい、まあ、新しい菅野智之というよりも、ね、沢村賞を取ったり、まあ、無双している頃の姿、どういうフォームで投げていったのかっていうのを久保投手コーチと話しながらやっていると。その中で軸足を45度倒してより他者に近いところで投げていくとか角度をつけたり、まあ、そういうところで 本来の球が戻りつつあるのかなと見てて思いました。まあ、交流戦中もしくは交流戦明けのリーグ戦再開、そこら辺には戻ってこれそうなので再出発、菅野智之再出発です。ピッチャー変わりまして高橋優希投手、一軍ではね2試合に先発して防御率 9.64、 やはりね、まあ、制球面に苦しんで、まあ、ボールが先行して甘い球を持ってかれる、まあ、その繰り返しで、まあ、結果残せませんでした。ただね、ファームで3勝1敗、防御率 3.18、 制球面のね課題も徐々にクリアしつつあるそうなので、またここでね先発食い込んできてくれれば、そしてこのビーディ投手、久保投手コーチと同じく軸足45度より前で、そしてこの軌道、後ろから見てるとすごいえぐいです。優希投手、ビーディ投手、そして菅野投手加わってきたらね、ローテ候補9人10人になってくれば、またこれもこれで強いチームの証だと。白木投手も育成から支配下を狙う奥の京本投手、逸材まだまだいます。そして船場様投手、鈴木投手、そして中川投手が戻ったんだね、7、8回は今埋まりつつありますけど、船場様投手も力持ってますから、ベテランといえばこの2人、中島選手、そして町さん、この2人も虎視眈々と上を狙ってます。やはり層が厚いです。元気印お待ちしてます。ありがとうございました。